立てた。なんでさっき、クリックしたけど取れなかったんじゃない？それともクリックしてなかったっけ？難しくてよくわからない。観葉植物だ。かなり大きいな。校長先生が大事にしてるらしい。そういう校長って結構あれですよね。デフォルトなの。ホワイトボードだ。先生たちの予定が書かれている。田中先生のクラスはあさって課外授業に行くのか。課外授業ってありました？ああ。わかんねえ、わかんねえ。ああ、きっとあれだ。あれじゃない。わかってる。ロックされてるのはわかってる。うさぎとかカメとか、カメじゃねえや。カエルとか。多分それだと思うんだけど。計算がね、できないと、え？もしかして、ここにテストの問題用紙が、でも開かない。何をしようとしてるんだ、こいつは。犯罪に手を染める気か？よいしょ。じゃあ、とりあえず、カッター手に入れたんで、2階の図工室行きましょうか。ね。で、ここのところにカッターを使って、刃物を使うと棚を傷つけてしまうからやめておこう。は？じゃあ何で取るのよ？ハサミか？おいしい。粘土が詰まっていて開かない。刃物を傷つけてしまうと、あ、違う、刃物を使うと傷つけてしまう。じゃあ何で取るのよ？他になんか取れそうなのあるかい？銅板。銅板で取ればいいじゃん。銅板で。画用紙が入っている。筆や絵の具。カッターマットが入っている。じゃあ何で取るの？こういうのね、なんか。こういう何、脱出系ってありますよね。ここでこれ使えばいいじゃんみたいなね。使えんじゃんみたいな。なんで使わないのっていうね。ありますよね。これでも代用できるよっていう。他どっか見てないとこありましたっけ？ん？特にないと思うんだけどな。ここはなんだっけ？あ、鍵がないんだっけ？きっとあそこ、ね、粘土詰まってるところにあるんじゃないかな。電気がついている。どうなの？どうなの？それにこの灰って何に使うのよ？ね。わかんない。灰何に使うんだろう？これも何に使うかわかんないしな。虫取り網だ。一年生はこれで虫を取ってクラスで飼っているらしい。ねえ。カブトムシとゴキブリ間違えて取っちゃったりね。ない？ないか。どうすればいいんだろう。ちょっと待って。頭足りないから積んだかもしれん。保健室。あ、そういえばここ、開けましたっけ？カーテンを開けた。ベッドだ。2年生のいとこは体が弱いからよくここで休んでいる。じゃあ、何？あれ的な？脱出少女リエみたいな感じで枕裂いたりとかしないの？特にしないみたい。体重計だ。身長計だ。傷薬、ピンセット、ガーゼいろいろ入っている。じゃあ、ピンセットでさ、使えばいいじゃん？ピンセット。ダメなの？おいー、来たよー。超イコール3。猫のやつなんて見たっけ？これは見ましたけど。猫のやつ見てないのはどっかにあんのかな？もしかして。左！右下！上！目がいいから一番下までちゃんと見えるんだ。いいねー。うちはね、目悪いんであんまり見えないんですよ。羨ましい目がいい人。あとは何？どれをどう使うの？これの体重を測るとか。違うよね。
他取ってないの、1、2、3、4、5、6、7、7個ぐらいなんか取ってないのがあるみたい。どこだろう。ちょっと待って。ほんとマジで積んだ。職員室では結構いろいろ取ったし、クリックしてないとこあったっけ他に。何キャスターがついてる。座席もくるくる回って楽しいなって遊んでる場合じゃねえだろ。どこ？クリックしてないとこ他にあるっけ？ちょっと待って。職員室でしょ？図書室でしょ？本棚だ。小説、絵本、図鑑、辞典、何でも揃っている。図鑑、辞典？あ、そう。ああ、そういえば、理科の調べ物をしていて眠っちゃったんだよな。貸し出しカウンターだ。花瓶がある。委員会のみんながいつも綺麗な花を飾っているんだ。それはよかったね。倒したら、まずいから、あまり触らないでおこう。いいよ。いいよ。貸し出しはいいよ。あ、よだれがついてる。拭いておこう。ゴシゴシゴシ。なんじゃそりゃ。ちょっと待って。おなんだ ?YA 辞典を手に入れた。辞典なんてどこですか？ひょう玄関。ゼントランス。元気。スピリットって、魂とかじゃなくて元気っていう意味なんだ。言及。なんでこんなのが出るんだよ。あ、ペイカット。そうですね。支払いを、切られるってことだから。ね、減給ですね。もらえるものがカットされるんですね。あ、ペイカット。減給。減給。これ何？ザ、メインは、まあ、元のってことですよね。元の強たるもの。これなんて読むの？わかんねえ。わかんねえ。いいや。クークーフー、あ、もういいや。原曲。The original piece of music. はい。現金、キャッシュ。キャッシュでって言いますよね。5000円くれ、キャッシュでみたいなね。言いますよね。原型。あ、プロトタイプ。ああ、なんだっけ。よく、あれですね。ガンダムとかでね。プロトタイプのなんとかみたいなね。私あまりガンダム見ないからわかんないですけど。原型、ザ・オリジナル・フォーム。ここだけが開かれる。手に入れたね。わかった。おなんだこりゃ。貸し出し現金だから読むだけにしよう。なにこれ。トトンキ・ポンキ小学校。どんな名前だよ。ポンキキか。トトンキポンキ小学校卒業文集。クラスで調べた七不思議。呪いの携帯。これですね。呪いのメールが受信される携帯。七通目まで受け取ると地獄に連れて行かれるらしい。七通目、今何通だ？助けてじゃねえや。見つけてだから、あと三通来たら地獄に連れて行かれるんですね。それまでにこの謎を解かなきゃいけないってことかな。バタバタさん。バタコさんか。とある教室には、夜になるとどこかからか、バタバタさんの足音が聞こえてくるという噂がある。さっきのあれですね、天井に赤い足跡があったやつ。足跡だか手跡だかわかんないけど。真夜中のピアノ。音楽室のピアノは夜になると一人でに音が鳴る。鍵盤には血の跡がついているらしい。ついてたよ。ベッドについてたよ。光る人体模型。夜になると人体模型が光るらしい。それを見た人は模型の呪いで光っていた臓器の病気にかかってしまうらしい。肺じゃん！な、臓器の病気って何？肺の病気って何よ？そういえば、この前お兄ちゃんがピアノの音を聞いたって言ってたな。七不思議なのに四つしかねえけど。どういうこと？あと三つは。あとなんか取り損ねてるのなんかあるかな？なにこれ？正しい避難訓練。なになに？正しい避難訓練？貸し出し、
禁止だから読むだけにしよう。地震の時は、災害の時に役立ちそうな本だ。地震の時は、火事の時は、そういえばこの学校には脱出シューターがあったはず。え、鍵を開けて帰るんじゃなくて、もしかして脱出シューターで帰るの？そういうあれなの？ちょっと行ってみる？ちょっと待って。他のやつは特にないよね。他はもう全部見たもんね。うん。他は特にないよね。うん。じゃあ、ちょっと行ってみようか。確か、階段別に登らなくてもいいんだ。6年生の教室だっけ？ほら。脱出チューター。あ、また、ごめん。脱出チューターって。脱出チューター使えますか？はい。無事、学校を出られたぞ。これらは？これら関係ないの？もしかして。無事学校を出られたぞ。早く家に帰らないと。次の日。先生たちが集まってる。どうしたんだろう。脱出シューターが出てるぞ。誰が使ったんだ？なんだか大ごとになっちゃったみたい。これってもしかしてバンドエンド？マジで？これバッドエンドかよ。バッドエンドだったらしい。ちょっと、マジかよ。嘘。やっぱり鍵使って帰らないといけないってこと？セーブしないんだけど、どっからなんだろう。やっぱりこっから。あー、マジですか。はい、じゃあ、2週目っていうか、また、やり直しですね。はい、じゃあ、今回の動画はここまでにしたいと思います。まさか、脱出シューター、嘘。わかったよ。ちゃんと鍵を見つけろよ。もう。はい。というわけで、はい。第3夜はここまでにしたいと思います。はい。最後まで見てくださった方ありがとうございました。ミルバゲストでした。はい。というわけで2週目も頑張るぜ。よし。やっていこうね。はい。じゃあ、また会う日まで。アデュー。